皆さんこんにちは、ビーティオプション顧客サポート部のナンチーです。あ、髪の毛すごいことになってる。はい、ということで、声聞こえてるかな、大丈夫かな。で、チャットもオン。はい、はい、大丈夫かな。うん、OK。ということで、本日はなんとなんと皆さんがナンシーあれ放送してみたいな感じで結構電話とかもいただいてですね、以前動画見られていない方はこの辺に後ほどアップしますって言いながら、いつもこの辺やってないと思うんですけど、 YouTube アップした時にここクリックするとその動画見れるようにはしないと思います。なぜかというと、どの動画がわからないんですよ。ですね、以前の動画で説明した、あるトレーダーさんと電話してる時にですね、この手法結構いいんだっていうことで、で、その手法をちょっと教えていただいたんですね。で、あ、なかなかこれはいいなって思って。でも、その、トレーダーさんが、いや、でも、なんかね、変な時になんか、こう、ダメになっちゃうんだよ、みたいな。で、それを一緒に見ていると、あ、ここをこうしたらいいんじゃないかなっていうことで、はい、いろいろこう組み合わせるとですね、あ、結構いいなって何しも思って、これはちょっと利用させていただこうと思い、はい、そのトレーダーさんからも一応了解は得たかな。で、そのトレーダーさん、ブニューの方です。はい、これは本当に待つ力がなければ勝てません。はい、どの手法でもまあ一緒だとは思うんですけども、特に待つ力が必要となります。でも一旦流れに乗っかると、結構何回もこう取引、何しも今日ちょっと何回か取引やっていったんですけども、掴めると思います、いい具合に。なので、はい、とりあえずその手法を今日は説明していこうと思います。はい、ではでは参りましょうか。まずはですね、ちょっとチャット機能、ナンシーのこのライブチャットを見ている方であれば、ナンシーのブログからですね、こうライブチャット、ライブチャットっていうか、そもそもこのライブ放送するときに必ずブログに載ってます、今日しますよみたいな。で、その下を見るとこのようにざわざわというところでこうハンドル名を入れて、で、こうチャット、ナンシーにちょっと質問したいっていうことがあれば、ここに入力していただいて送信と押せば、はい、ナンシーが見るので、見てるかな、うん、見てるな、うん、見れてると思います。一応誰かなんかわーいみたいなことを入れていただければナンシーありがたいです。ナンシーもしかしたらこれちゃんとチャット機能してるはずなんですけどね、なんか入れていただければすごいありがたいです。はい、ということで、はい、以上です。で、YouTube、 ナンシーの今 YouTube 実は登録していないっていう方は YouTube でここナンシー、はい、YouTube のチャンネル登録していただければ、一番最新の動画状況とか情報をぷよんみたいな感じでスマホで見れるようになるので、ぜひ登録してください。はい、ということで、で、 あといいねもしてください。 YouTube 見ている方、いいねするとなんかいいみたいです。はい、ということで以上です。で、次いきますね。で、本日はこの手法、ロウソク足とボリンジャーを利用していきます。で、ロウソク足手法、これロウソク足全然全然わからないっていう方にちょっと説明したいんですけども、基本的にロウソクには2タイプあります。一つは、これは陽線、はい、一つは陰線ということで、どういう違いがあるかっていうと、終わり根ですね、陽線であればここの終わり根、ここが開始ねっていうことで、開始はこのレートだったのに、終わる時にはここ、はい、ここまでいった。で、さらに一番の高値、その1分、例えば1分足であれば、その高値は実は一番ここまでいったぞ、でも一番安いねっていうのはここにあった、でも終わった時には始まった時よりも上がったっていうことで、もし陽線を見ると、あ、相場が上がっているなっていうことが分かります。で、陽線が続く、これが続けば続くほどアップトレンド、上昇トレンドがきついっていうことが分かります。で、逆にこの陰線っていうのは、開始値がここ、終わり値がここということで、始まった時よりも終わった時の方がレートが下がっているっていうことが分かります。なので、これは陰線なので、これが続くと、陰線が続くとどうしてもそのダウントレンド、なんとか楽トレンドっていうことが分かります。いつも忘れる、まあいいや、はい、ダウントレンドですねっていうことが分かります。これが基本の基本です。なので、高値はここに対して、安値はこれ、これは一緒なんですけども、開始、2つとも開始と終わり値
が逆となってます。陰線と陽線では OK ですか？ナンシー忙しい。はい、ということで次、はい、で long versus short っていうことで、この幅が、はい、浅ければ浅いほど勢いがないっていうことがわかります。で、もうすごい長ければそのこれだったら陽線が勢いがいいっていうことがわかります。長ければ長いほど、はい、これも陰線なんですけど、あ、こっち陽線こっち陰線、はい、陰線もここ、これ幅がこんだけだったら勢いがちょっと弱い、はい、ちょっとなんかこう、もう見合ってる時とかはこれが結構続いたりします。陽線陰線陽線陰線みたいな感じで、でこれがもし長ければ陰線ダウントレンドがすごいきついっていうことがわかります。 OK ですか？でこれ1分足とか5分足とか15分足とかあるんですけども、基本的にこれちょっと初心者の方にはちょっとどういうことみたいな感じになると思うんですけども、基本的にはこれが10秒足こんな感じであれば、今度はこれ1分にしたらこんな感じに見えます。全然違いますよね、形も。でこれを逆に、これはちょっと見えにくいな、ちょっと何し外しますね一瞬、はい。で30 minutes 30分足の方を見たら、もう本当にそれこそ1分とも違うし、5分足とか全部違いますよね。なので本当に足によって全然形も違うし、10秒足で見てたら下がってるように見えるのに、1分足ではレンジこう行ったり来たり一緒のとこをしてたり、5分足で見ると一時期はこう行ったり来たりしているのに上昇、後から上昇になったりとか様々です。なので今回利用するっていうのは面白いですよ。今回利用するのは5分足を使っていきます。はい今トレーダーは僕のパクるなって言ってるかもしれないですね使わせていただきます。で5分足を表示させて、で1分取引を行います。でなぜそれこれがいいかっていうのを、ちょっと分析はそんなにしてないんですけども、要するに5分っていうのはこれちょっと言わない方がいいかな、まだちょっと言わない、いやとりあえず言わない、はい、後で言います。でこれブラウザー取引のみを利用されている方であれば、1分足ってどういう意味っていうことなんですけど、あ、これ1分足な、5分足になってるかな。でどういう意味っていうのはちょっと待ち見えてなかった、すいません。ですね、ここが一番の開始値、高値となります。ここがスタート、こっから5分間だと思うんですけど、5分間の間でどんな動きをしているかっていうのが分かるんですね、足っていうのは。でここは高値、しかもここは開始値ですよね。でそっからだんだん下がってきて、でここまで下が、ここまで下がりました、これが安値ですよ。で終わり値はここっていうことは、ここに終わり値を引いて、でここに開始と高値なので、ここはヒゲなしっていうことになるんですけども、この間で収まってますよっていうことがローソク足ってわかるんですね。でこの間で収まってる、でこれは陽線ですか陰線ですか？答えは陰線です、多分。っていうのは開始値よりも終わり値の方が下がってますよね。その時点で陰線となります。なので陰線で、ここのヒゲがない陰線、なんかちょっと坊主っぽい感じですね、はい、坊主、はい、になります。 OK ですか？はい、これが基本的なブラウザー取引でも見る方法ですね。テントレーダーがちょっとないっていう方はブラウザー取引でも多少こういう風に見ることがこう分かるようになればすごい楽になります、取引も。はい、では次に行きますね。でテントレーダー利用されている方はテクニカル分析でボリンジャーバンド一番上ですねを選択して、デフォルトのままで OK を押してください。そうするとボリンジャーがこのように、はい、ピョンピョンピョンって3つ線が、はい、表示されます。で主にどのようなボリンジャーバンドのみを利用するときって、順張りと逆張りと両方取引方法があるんですけども、基本的にはここのこの1つ目と2つ目、はい、このバンドなんですけども、バンドの中に入る可能性っていうのが一番最も高いとされてるんですね、ボリンジャーバンド。なのでここにタッチすると、ロー購入、ここにタッチしたらハイ購入っていうのが基本的な逆張りで利用されることが多分主に多いと思います。しかし逆にここにタッチしてボリンジャーこっちにタッチしたら普通はローですよね、逆張りであれば。しかも順張り、その流れの方向に乗る取引方法であれば、ここでハイ購入をするんですよ。
面白くないですか。はい、なので2つ取引タイプがあるんですけども、基本的には逆張りで利用される方の方が多いと思います。はい、では行きますね、次に。で、今回の取引方法、これがタラータラーン、これです。で、どうするかっていうと、ユーロドルがなんか使いやすい、はい、手法となるので、ユーロドル大好きな方はもうこれバッチリあなたのためです。で、ユーロドルを選択して、で、必ずここは1分で、ここは5分足を利用していくので5分にしてください。で、ボリンジャーバンドを表示させて、で、どのようなタイミングがいいかっていうと、4つの足、一緒の足が4回続きました。はい、ちょっと私もちょっと見たいな、ちょっとこれで見よう。はい、あれ消えたかな、消えてないよね。はい、消えてない。はい、で、ここ4つ続くんですね。1、2、3、4、この4つ続いたことを確認して、一緒の足がここでは陰線が続いてますよね、下がってます。で、ボリンジャーにタッチした5本目ができた0秒、はい、これもポイントなんですけども、ここではちょっとここ7秒、18時35分7秒となってるんですけども、本当は0秒がいいです、できるだけ。で、0秒になった、ボリンジャータッチしてる、しかも、あ、こっちが4本続いた、で、今5本目っていう時に購入をします、逆張り式で。なので、ここではハイ購入となりますよね。で、基本的にナンシーが今日やってたのは、ここで一旦ハイ張りますよね。で、一つの足が5分取引となるので、5分足となるので、5分の間っていうことは1分取引を5回できますよね。なので、ここのボリンジャーにタッチしなくてでもですね、1回購入をすると、そのまま何しは結構購入をし続けました、1分ごとに。に結構勝てました。で、逆にこれは、まあ、できたらマーチンゲールを利用されない方はもう1回の購入でいいと思います。それ以上はしない方がいいです。でも私みたいに取引をバンバンしたくて、もう待てないような性格の方で、マーチンゲールを本当に5回まで利用できる方であれば、何しであればここで1回購入する、ちょっと上がってきた、でもまた一緒の額で、最初の額で購入する、で、2回目も買った、3回目購入する、失敗した、でも戻ってきた時にボリンジャーバウンドでタッチすると3回目の購入をする、でもさらにちょっと下がってきた、さらに4回目の購入をする、うまくいったってなれば、また最初の購入額でスタートして、またもう1個購入するっていう、こういう取引方法を行いました。結構いい感じでした。で、これがまあ1本目ですね。で、2本目、ここでも続いてますよね。ここ陽線続いて、ボリンジャーバンドタッチした、5本目でタッチした時に0秒で購入ローっていうことで、ここも成功してます、いい感じです。で、逆にここ陰線が続きましたよね。ここから1、2、3、4、5、4つ目の時に購入した、でも1回目で成功しなかった、で、さらに購入し続けたらここでは負けるんですよね。でも、ここ新しい足ができた時、はい、にここで購入しとけば成功してます。で、こことここで購入しない理由、何だったかな、あ、そうそう、また後ほどこれを避けれる方法があるんですけども、後ほど説明します。あるんですよ、この魂というか、こういう時に購入しなくて良くなる方法を後ほどちょっと説明します。で、逆にここでもハイ購入、これも成功してますよね。で、他はあったかな、うん、それぐらいか。はい、で、先ほどのそのここで購入しなければここで勝ててたので、それをどういうふうに避けれるかっていうと、避けたい時、はい、陰線の場合は上が丸坊主の時、ここではちょっと先ほど の例では丸坊主ではなかったんですけども、別の例があるので、ここで丸坊主になってるんですね。丸坊主分かりますか、上に毛がないんですよ、ヒゲがないんですよ。なので、ここちょうど1、2、3、4、4で5個目で購入しようとしますよね。でも、ボリンジャーバンドにタッチしてないんですよ、実は。
なのでこのルールはボリンジャーをタッチしてるとき、ロウソク足が本当にそこにあるときなので、これであればロウソク下ですよね、ボリンジャーの。なのでここでまあ取り引きしないですよね、通常であれば。でもどうしてもしちゃったみたいなときにはちゃんと確認してみてください。丸坊主でしかもボリンジャーのラインを超えていなくて、もう下にばっかりこうずらっと並んでいくんですね。こういう時には避けた方がいいと思います。でもう一つ避けるポイントとしては、近いところ、先ほどの説明これもあれなんですけども、近いところまたは近いところに平均線がない、で分かりますか、平均線を超えてるとか、または安値と高値を抜けた時ですね。要するにレンジ相場からブレイクしちゃってて、こうトレンド相場でもいいんですけども、できれば一番ベストなのはこういう平均線があるところあたりで、はい、ここで購入してここを抜ければもう取引を避けるしないっていうのがベストだと思います。ここわかるかな、ここ平均線って何みたいな方はまた後ほどちょっとこの辺にアップします。ちょっとこれ書いとこう。今何分放送かな、17分、はい、あたりで、はい、ということで、平均線、水平線とも私言うんですけども、よくタッチするなというところに線を引くんですね。これが節目のラインとなるので、逆にここをタッチすると結構反発して戻ることもあるんですけども、ここを抜けてしまうと次ダラーっと下がっていく可能性があって、ボリンジャーバンドタッチしてるのに購入してもなかなか取引成功しないっていうこともあるので、はい、でこの例、ここ、はい、このあとどうなったかというと、このように、はい、下がっていきましたね。ここブレイクしてしまってから、はい、なのでブレイクした場合はちょっと様子を見て、またロウソク足が出て、あ、タイミング来たっていう時には購入っていうやり方がベストだと思います。大丈夫ですか？てか先ほどちょうどタイミング来てたのにもうずれてしまった。ああ、これなかなかタイミング来ないんですよね。あ、すいません、ナンシーちょっと忘れてました。あ、てかちょっと待って、熱いやつ頼みます。はい、見てますよ。 ありがとうございます。デブッチョさんも名人さんも見ていますよ。ユミ見ています。ヒロヒロ、減ってるいや増やしたんですよ。あれ、あ、そうそうそう、私の残高なんですけども、すごい面白い話言っていいですか？すごい面白いんですよ。面白いっていうかもう最悪なんですけども、9月最初1万スタートしましたね。で30万いきましたね。でそっから減らして最終日に多分15万とかなったんですけども、なんとなんし10月の3日から、はい、かなり下げてですね、2万台に行って、今やっと今日ちょっと取り戻して3万台戻してましたもう最悪。はい、ということで、でも大丈夫、取り戻します、全然いける、余裕。っていうことで、タケパパさん、初めてちゃんと見れてますよ。あー、Thank you、 嬉しいですね。で、ケンジー、30%、 いつも10分足で説明をしてくれています。あ、10分足を見ているんですね、きっと。うん、なるほど、10分ですか。10分は何しできるかな。はい、ということで今日は5分でいきます。はい、ちょっと喋ってる間に、私ちょっとやばい、忘れてたことがありました。設定をするのを忘れてました。いや、ちょっと焦ってたんですよ今日。とんでもないことが起きてですね、まあ、毎回でもないんですけども、とんでもないことが起きて、新しいユーストバージョンダウンロードできるみたいな感じで出たので、うわーって思って、やっぱり最近なんか調子悪かったのはそれかみたいな感じで、でやったって思って新しいバージョンをですね追加したって思いきや、金払えみたいな、みたいな、金払うのか無理とか思って、でまた戻したんですけど、戻すのにまた時間がかかってですね、ちょっとバタバタしてました。はい、ということでこれでいけるかな。いつもの画面がテントレーダー見れるように画面表示を今ちょっと設定してるので、お待ちくださいまし。はい、はい、これでいけるかな。 OK、いきます。たらーん、はい、はい、ではいきますねって言いながら、もういけないわこれ、無理ですよ、無理無理。だって見てください、わかりますか皆さん、これね、どこがタイミングだったかっていうと、はい、どこがタイミングだったかというと、あれ、ちょっと待って、ユーストは見たくない。ですね、ここわかりますか、
でもちょっと待って、1,2,3,4,5、ここで一旦購入ですよね。そっかそっか、ここで購入をし始める、うまいこといかなかった2本目で購入し始める、うまいこといかない、3本目か、これレアですレアです。でもちょっと水平線引いてみましょう。先ほど避けたいっていうところ、はい、避けたいというところはそうですね、ここになりますよね。だからここで一旦抜けてしまうとちょうどですよね、ここ平均線よくタッチするなっていうところのワンポイントになります。見えるかな皆さん、ちょっとこれエディットしましょうか。これはデブッチョさんに教えていただいた、はい、やり方でちょっとさせていただきます。はい、めっちゃ太すぎるかなこれ、ちょっと3ぐらいにしよう。はい全然ダメだ、ちょっと待って、エディット、このダッシュドットは嫌だな、ソリッドにしよう。はい、でここちょうどここがよくタッチするなっていうポイントになるので、1,2,3,4,5、これちょっと超えてるので様子見となるんですよね。わかりますか言ってること。なのでできたらまあここで、でも何しだったら待てずに購入しちゃいそうですねこれ。でも基本的にはこうなってしまうとも取引しないっていう方がいいです。でも絶対に取引したいっていう時はちょっと別のあれになるんですけども、 RSI を使ってください。ボリンジャーとすごい組み合わせ相性いいんですよ RSI で。例えば抜けてしまった、でも取引したい、取引ポイントはどういうふうに見たらいいのっていうことなんですけども、あ、これでも無理ですね、取引できないパターンです。70、これが RSI が70にあれば、あのローっていうタイミング、ここを超えていてもボリンジャーにタッチしていればロー購入ってできるんですけども、なかなかちょっとこれはできないですね。はい、ということで RSI を忘れてくださいこの段階では。でタイミングちょっと来なかったのでちょっと他見ていきましょう。本当はユーロドルがベストです。でも今日はちょっと何しこれライブ放送なのでそういうわけにもいかないので、ちょっと他見ていきましょうって言いたいんですけども無理ですねこれ、どれもユーロスイスフラン、3つ目、ユーロカナディアンドルはダメだ、ユーロ円ダメ、あの間にも本当に陽線がもう入ってしまうともうそれだけでもダメなんでできないです。ポンド円、うわ、ポンド円、でもこれはここであの一旦続いても下まで来なくちゃ廃購入できないので無理ですね。ポンドドル、これも一緒です。ユーロカナディアンドル、これもタイミングじゃない。ユーロスイスフラン、スイスフラン、うん、3つ目なんで次4つ目まであと5分も待たなくちゃダメなんでちょっと難しいですね。これも一緒です。だからあと10分待たなくちゃダメですね、要するに。なかなか厳しいですね、ちょっと書いとこう。では近いうちのもので言うと、うーオージードル、これボリンジャータッチしてないので無理ですよねこれは。ですね、オージードルも当分来ないですね。ユーロオージーも来ない、ユーロカナディアンドルも来ない、ユーロスイスフランは来るかもですね。ユーロスイスフランは今3つ目できてるのであと1本作らなくちゃダメなので25分の30分、30分でちょっと様子見ですね、ローに。はい、でユーロスイスフラン、ユーロ円、ユーロ円は無理ですね、間に陰線ができてるので。ユーロドルは無理ですよね、さっき見たように。ポンドカナディアンドル、これも無理、間に陽線ができてる。ポンド円、これはこのまま続ければすごいんですけどね、陰線が。でもちょっと浅いのでアップトレンドでまた跳ね返りそうですね。でも一応もういつでもボリンジャーにタッチしてればって感じなんで、ボリンジャータッチ待ちですね。で、はいですね、タッチすれば。で、ポンドドルも一緒ですね、ポンドドル一緒で、ドルカナディアンドルはダメ、ドルスイスフランは来るかもですね。スイスフランは
あともう1本なので30分でロ。ユーロ、スイス、フランと一緒ですね、動きは。ドル円。ドル円もなかなか近いですよね。あともう一個できたら、はい、陽線が。なのでドル円。ドル円30分。20時30分でロ。タイミングが来ますね。今のところ1、2、まあ一番近いの1、2、3、3つですね。ポンドはちょっとまだまだ来ないと思うので。はい、そんな感じでちょっと待ちましょう。ケンジ、ナンシーがボードで書いていたのが10分足とのスタッフ指摘が毎回ありました。書いてたのが10分足とのスタッフ指摘が前回ありました。10分足ですか。あれ、それいつだろう。ナンシーがボードで書いてた、ボードってどのボードですかね。どのボードだろう。10分足全然覚えてないですね、私本当に動画ばっか作ってて全然覚えてないですね。あらら、いつ頃ですかね、気になるな。はい、すいません、回答できなくてはあ、参ったな。はい、まだちょっと待ちがありますね、待ち時間が。てか、どうせ全部来るでしょ、これ、多分タイミング。だから、ちょっと、せめて2本見ようかな。2本。あ、ドル円と、どれにしようかな。ドル、スイス、フランか、ユーロ、スイス、フラン。ユーロ、スイス、フラン。ユーロ、スイス、フランで、うわー、最悪。もうユーロ、スイス、フラン。あ、そっか、5分で見なくちゃダメなんだ。ユーロ、スイス、フラン、これでもなんかもう抜けて下に下がられた、どうしよう。で、ちょっと近くで見ましょう。近づいてみましょう。はい。で、タイミングが来れば、ナンシーは、今はちょっとあれなんですよ。1000円スタートなんですよ。しょぼしょぼなんですけども。しょうがないです。で、1000円スタートで2300円で5200円。1000円、2300円、5200円、1万2000円、はい、で、最初2万7000円額は間に合わない。うわ、ユーロ、スイス、フラン、これで結構もうこれあれになればもうこれは取引タイミングないですね、もしそのまま下がっていけば。ということで、今ご飯探してましたいや最近すごい食欲があって、はい、そうなんですよ、参りましたね。はい、でなんか更新あるかな、チャットないな、 OK。 あー、気になる気になる。で、タイミングはもうこれ多分ユーロスイスフランないですね、もうね。てか購入したいな、これ5本目まで待てないし。でも待て、待とう。ユーロスイスフラン以外にドルスイスフラン。あ、これだったらまだありそうですね。やっぱこれに変えようとしたら。はい。来い来い。来い。参りましたね、本当に参りました。待つのが嫌い、待つのが嫌い、待つのが嫌いな方は食べるべき、うん、ご飯食べたら安心する。てか今日すごい怒られてですね、同僚に同僚には怒られるナンシー。何があったかっていうと、ナンシー捨ててしまったんですよ、向こうが書いてたノート。で、ナンシー絶対に謝らないタイプなんですけど、さすがにそれは謝ろうと思って謝りましたいや、わざとじゃないんですよ。でもなんかすごい汚かったんですよ、紙がいっぱいあって。で、ちょっと整理しようと思って、で捨てたんですよ、
いらないだろうみたいな、なんか汚かったし、そしたらこの髪どこ行ったのみたいな、知ってるみたいな、あ今タイミング、わー最悪、今タイミングじゃないなこれ、なんしめっちゃ先に行ってしまいました。ここボリンジャータッチしてないのでタイミングじゃないです、皆さんごめんなさい。このちょっと説明しますね。この5分内でいつでもいいんですよ。ただ0秒今さらに、あでも今じゃダメだ、なぜかというと0秒の時にこういう風に今みたいにドル円見てください、これちょっと大きくしますね、ドル円みたいにこういう風にタッチしてて0秒であれば OK です。なのでナンシーみたいに焦らなくていいですよ、まだ0秒になってないので。0秒の時にはなんで1万2000円だ、変な癖がついてる。0秒の時にボリンジャーにタッチしていればロー購入です、 OK ですか、はい。でそれは5分、この5分内で大丈夫です、うん、車で待つ、うわー最悪、来ないな、え、いい、これぐらいの差だったら全然いい、いいです、何しだったら行きます、はい。もう9秒とかそれぐらいだったらいいです。でも本当に15秒とかも過ぎてしまえばちょっとなんかこうなんだろう、時間差があってちょっと微妙な感じがするので購入しない方がいいです。で次5200、この撮るライブ放送中に何し資金全部なくなったらどうしよう、それつらいな。でこれで負ければさらに額は何しは上げます。しかし本当にもうマーチンはしないっていう方は1回を購入してまた戻ってきて0秒になるまで我慢した方がいいと思います、また一緒の購入額スタートで、はい、チャット書いてるかな、チャット書いてるかな、書いてないな、いや今戻ってきちゃダメだよ、今はダメで、ここ気をつけなくちゃダメですよね、何し忘れてました、はい、OK です。では額をちょっと戻します。で気をつけたいのはこれ高値、最近の一番近いところってここですよね、見えますか、ちょっとエディットできるかな、できない時あるんですよね、できない、はい、ここ高値ありますよね、なので基本ここを超えてしまうとちょっと様子見なくちゃダメな基準となってるので、はい、様子見基準をちゃんと覚えといてください。なのでここ抜けてしまうともうやらない方がいいと思います、残念ながら、はい、でもとりあえずちょっと待ちます。あ、そうそう、あのですね、ちょっとここだけの放送っていうか、今月ナンシーの大好きな大好きな大好きなイベントがあるんですよ。さてそれは何、それはですねハロウィーンです、ハロウィーンですよ、今月もうすっごい楽しみ、あーやばい、あーもうすでになんか緊張してきた。ナンシーもハロウィーン大好きで、はい、あそうそう、でナンシーのハロウィーンのその昔のちょっとあれがあるんですけど、話があるんですけど、ナンシーですね、なんとハロウィーン大好きで、まあいつも猫かぶ、まあ今もそうなんですけども、あの猫を着るのが好きだったんですよ、猫になるのが好きだったんですね。で猫の格好をして、そうそう、猫の顔、ちょっと取引、ちょっと待ってくださいよ、0秒すっごい大事なので、0秒上がってこないかな、うん、上がってこなかったな、我慢しましょうか、はい、ということで、そうそう、でナンシーすごい猫かぶるじゃなくて猫になるのが好きだったんですけど、友達の家でハロウィンパーティーがあったんですよ昔で、これは楽しいと思ってで行って、でパーティー好きなのでパーティーしてて、そしたらなんとキャンドルがボタンって倒れて、なんかすごいまあ
まあ、私見ての通り外人ですよね。で外人 の、 そのハロウィンパーティーってすごいんですよ。キャンドルとかやってこうあの窓際にキャンドルとかやってですね、こうなんかあの魔女がいるみたいな感じでなんかすごいエンターテインするんですね、子供たちのために。で、何しろすごいと思ってて、もう最高ここ、とか思いながら、そしたらなんと、はい、0秒来ましたね、0秒、はい、ダメでしたね。なのでトリッキーはここで終了となります。わかりましたか？ここロウソク足が1,2,3,4,5 でも陰線がもう出てしまったので、これで取引一旦終了となります。では他にチャンスがあったっぽいところちょっと見ていきますね。あ、いい感じですね。これユーロスイスフラン、あ、ダメだダメダメダメ。なぜかというと今ここ陰線できてたの見えてなかったです。だからダメですね。ではポンドドルちょっと見ていきましょうか。ポンドドルもダメですね。陽線が一旦できたので、ではポンド円も陽線ができたからダメで、ユーロスイスフランもうダメですね。もうないです、取引できないです。 OGA もダメ、 OGA ドルもダメ、ユーロ OGA もダメ、ユーロカナディアンドルもダメ、ユーロスイスフランもダメでしたね。はい、もうないです。ないない、本当にないわ。はい、ないです。なのでここで終了となります。なんか物足りないなって感じですけどね。でもしょうがないです、終了です。はい、なんしちょっとシビアに、でも4万突破したいな、シビアになりますよ本当に。どうしようかな。でもダメダメ、本当にダメ、見てたらやりたくなるので。皆さん、あのこれで取引された方いますか？ちょっとチャットでしたとか感想をいただければありがたいんですけども、あと何しもうちょっとみたいなコメントもいただければもうちょっとするかもですめっちゃ上からすいません、はい別にいらんわみたいな、そんな感じですよね、すいません。しかしですね、ちょっと、どうしようかな、本当に分かんないです。みんながもっとしようぜっていうことであればもうちょびっと 2,3 回ちょっとしようと思うんですけども、どうかな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 。まあとりあえず皆さんのちょっとコメント、あ、そうそう、真剣に金曜日みたいになっちゃうよ、ゆうさんありがとうございます。本当にそうですよね、そうそう、ルール通りしないんだったらやめる、うん、これ鉄板ですよね、思います本当にまずいわ。でも見てたらやりたくなるんですよね、わかりますか、その気持ち。見てたらやりたくなるんですよね。ダメ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 。わかりました。そしたら、あ、よしさん、5分足でエントリーして5分でエントリーだった。1分後勝ち、5分後も勝ちました。勝ったんですね。ナイス、ナイスショットですね。いい感じです。5分足でエントリーして、5分足でエントリー、5分でエントリーだった。っていうことはどういうことだろう。新しい5分になった時にエントリーしたってことですかね。で1分後勝ち、5分後も勝ち、あ、5分取引もされたってことですね。1分と両方勝ったってことですよね、きっと。あ、違う、1分はしてなかったけど1分だったら勝ってたってことですかね。あ、なんしもすごいボケボケなんで分かんなかったです、すいません。いいですね、なかなか。そうしたら、うん、いいと思います、本当に。これはトレンド相場でしょ、だからちょっと難しいよね、逆張りには。うん、56だしまだいきそうですね、なかなか。わかりました。では、はい、皆さんからそのようなコメントもいただいたので本日は終了させていただこうと思います。でも1回だけしていいかな、1回だけ、1個だけあれば、あれば好きなちょっと CCI でちょっと全然違う手法でレンジ相場であれば、あ、レンジ相場じゃないですかこれ、レンジ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 、ちょっとちょっとだけ、もうしないです、一回だけあの5分足では CCI ちょうどいい感じだったんですけどね、ここで見るとちょっとあれなんですけども、うん、
そうで、先ほどのちょっとハロウィンの話に戻るんですけども、そうそう、なんとですね、キャンドルが倒れて大ごとになったんですよ。火事です、火事。ナンシー火事の中にいたんですよ。でナンシー火事になった時にもうどうも反応できなくて、まだ7歳ぐらいだったんですよね。でも、あ、名人、ナンシーと話した時の私の考え方、5分足、あ、名人さんですか、もしかしてこの手法、あら面白い。考え方、5分足の中には1分足の陰線、陰線が混ざる確率が、かなり確率が混ざっているので、方向さえ間違わなければマーチに取り戻せるので、どこでも始めても OK なんです。ありがとうございます。私間違ってた、間違ってましたね。なるほどなるほど、ポチポチの私には向いている方法なんですが、なるほど、そうですね、そうですね、でも結構待つと案外なんか、あれ、もっと勝てるかなっていう気もしました。マーチンでポチポチやってしまうのももちろん私わかるんですけど名人さん、ありがとうございます。名人です、本当に。私の失敗は、方向を間違えて5階まで行ってしまった時、逆だと思って逆に購入した時に、さらに逆に動いた時、購入受け付けてもらえなかった時にチャンスを逃した時ありますよね。こう約定しなくて資金が少なくなってヤキになった時です。熱くなるんですよね。ボリンジャーに接した時はナンシー龍です。ありがとうございます。見ていただいてたんですね。めっちゃ嬉しいです。なるほど。そしたらその名人さんは要するに、その0秒でスタートするんですかね。でも0秒じゃなくってもマーチンゲールだったら、そのいい時に、やったらいいっていうことですよね、きっと。うん、なるほど。まあちょっと購入回数少なくても、本当に狙いたいっていう時は、案外ボリンジャーにタッチした時だけってやると、あ、いいかなってナンシーは思いました。うん、名人さん、ありがとうございます。見ていただ、本当に、なんかあの気持ちです。コロッケのカラオケ、なんか誰かの真似してなんかこう出てきますよね、本物がその時の気持ちです。コロッケでした、顔ができない。はい、ということで以上です。ナンシーのレポートでした。ちょっと古い若い世代はちょっとコロッケとか、ナンシー実はですね、コロッケもトレーダーさんに教えていただいて、そこから YouTube 見て知ったんですよ、コロッケの存在を。はい、以上です。ろうそくを使ったボリンジャーバンドの、はい、手法でした。ボリンジャーイエーみたいな、はい、そんな感じです。いや、ありがとうございます。なんかすごい嬉しいです。やっぱチャット楽しいですね。親父、無理しないのがお金貯まるよ。その通り、無理しないのがいいんですよね。無理せずに本当に待つこと、はい、あ、0秒スタートは守ってくださいって名人さん言ってます。だから0秒スタートで待つっていうのは意味があるので、やっぱり購入追加するのも、何しはなんかそのボリンジャーにタッチしたところの0秒まで待つことがいいかなと思いました。ぜひお試しあれ。ということで本日のライブ放送は以上です。はい、で今度のライブ放送は、金曜日になります。その間になんとなく難心トレードみたいな、ボロ負けトレードのボロボロなんとなくみたいな感じのトレードするかもしれないんですけど、まだ分かんないです。するとしたら木曜日になると思いますが、確実に金曜日は雇用統計ナイトなので、絶対見に来てください。楽しいです、ウキウキです。夜遅いんですけども、ぜひ、はい、お酒飲んじゃダメです。飲んで何時でも飲むかもしれないです。ちょっと焼け酒を飲むかもしれないんですけど、ぜひ皆さん参加してチャットでワイワイしましょう。はい、ということで、あとハロウィーン、何時ちょっと実はですね、日本のアニメをコスプレしようかなって考え中です。見たくないわみたいな、そんな言わないでください。何時も大好きなんですよ、着替えるの、なんか誰かになりきるの。だから今日はコロッケでしたけども、はい、ということで以上です。 Thank you very much for watching. で、次回のライブ放送金曜日必ず来てね、ということで、では Thank you very much. さよなら、さよなら、さよなら。